メイク完了しました。はい、どうですか。いや、自分でこんな髪の毛セットするのとかもないんで、うん、新鮮です。はい、この後また洋服を着て撮影させていただきます。はい、ちょっとじゃあ意気込みを。意気込みですか。はい、まあ慣れないですけど、なるべく自然な表情で撮れるように頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。はい、一番最初はそこのレバーのところで僕もちゃんと撮ってるんで、はい、このデニムのジャンプちょっと肩掛けしてこう、はい、膝立てて座るとか、はい、なんでベース一応これでいっていただいて。はい、わかりました。おー、すげえ。おー、すげえ。あ、そうっすね。いいね、ここ難しいっすよね。いい感じ、いい感じ。あれで、あとグラビア。ありがとう。いい感じ、いい感じ。ちょっと目線外しますかね。どっちですか。見てほしい人。そうそう、だって女子なんで。うん。結構。なんだかんだ慣れてるんじゃないですか。いや、全然慣れてないです。去年、私たちが撮らせてもらっている子もこういう衣装とか、衣装付きのインタビューとかやりました。いや、ないですね。じゃあ、1年ぶりよかった。でもなんか去年もなんかすごい自然に動かれるなって思った。いや、全然動けてない。動いてるように見える、見える、うん、なんか自然とポーズしてるように見える。その左手で、そうです。え、こうですか。あ、そうです、そうです。あ、そうです。で、それをこすられると、こうですね。で、デニムの感じをなんか、はい、右膝立ってもそうですね。あ、そうか、うん。いつも使わない筋肉使ってる。いや、ほんとそう。一旦休憩になりました。どうですか今、ジンジャーを着て。まあ、緊張で汗やばいです。緊張でやばい、はい、汗やばい。去年撮らせてもらったのと、はい、ちょっとは慣れたりしますか。いや、全然慣れないです。慣れない、はい、もう場所が屋内っていうだけで緊張増しますね。なんか外の方が、去年今日外でしたもんね。はい、外で自然な中で。そうですね。この後もちょっと外にも行かせてもらうので、はい、よろしくお願いします。お願いします。ああ、いいね。このベッハっていうのもベッハじゃないから。まあ、究極に寄り込みは、ね、ちょっとあっちにみんなこっちと食べてくれ。え、そう言われると思って。すごいかっこいいですよね。学校みたいになった。マジで学校か先生にこうやって座ってました。前向いてないんですか。いや、前が足だったんで、こうやって座ってました。肩みたいにこうやって体横向いてファミリアだったんで。懐かしいの学校。懐かしいですね。ストリートっぽいのですね、はい、だからそういうところも行ったりとか。じゃあ、スニーカーイージーとか。ああ、そうですね。最初上着は中と服装とかでちょっと変えたりします。はい、これでも行ってあげていただいても大丈夫です。ミスさんはこれは下のスラックスとこのちょっとこのブルゾンはランバンです。おお。くれる。どうですか。いい感じですね。見慣れない自分がいますよ。大丈夫ですか。
ちゃ面白いパンツ履いてみたいな。機械すらね、ないよ。あ、着られないね。全然さっきと違いますね。うん。何ちょっとテレビライトパーソンと公式サイトとか、あ、出ちゃうんですね。出させてやります。個人趣味でクマさん撮ってくる。違うわ。いつもと違うわ。自分誰に利用するんだろうなって思ってたら違った。こういう風に二人でなんかインタビューとか取材とかはあんまない。普段はどうですか。ご飯とか結構フロンタイルの選手は神社とか好きな人が多いんですか。多いと思います。ね、グッズも御朱印帳とか。最近持ってくる人いる。プレゼント、あ、サインしてくださいとかですか。荒木です。よろしくお願いします。ちょっといっぱい星があるんで、はいけど、ここからじゃあまず撮っていきたいです。はい。神社に立ったり。そのまま。ウサギよ、ウサギ。シジマチ。シジマチ。じゃあそこシジマチですか。はい、スマイル。あ、ブラブラいいですね。今日休日です。こんな感じでいきますね。いいですね。上の方見て、あざっす。カーカー言ってます。上の足、なんかこう肩の下にこう、なんか入れちゃうっていうか、そうですね、太陽さんもうちょっと奥座っちゃって、なんか足ぶらで。あ、そうっす、なんかこう、こんなんでもいいんじゃないですか。あ、いいですね、やんちゃ感あっていいですね。もうちょっとくっつくの、はい、女子はね、もう何度も終わんないですよ。いつも靴つきが欲しいっていうの。くっついて、よりでアップ、よりでアップで、じゃあ廃棄いらねえじゃん。廃棄いらねえじゃん。よりでアップ、そうか。下から煽るとか。あ、いいね、いい感じ。秋の神社、秋、夏の終わりかな。待ってちゃう。こういう感じで。あ、そうそう、そうです、その流れです。顔が。後ろにクッてやるかって、そうそう、髪にグッと、もうちょい髪にグッと、ちょっとゆっくりで大丈夫ですよ。もうちょっと、大丈夫です。ごめんなさい。それでは下げちゃってます。髪にしてもうちょっと顔寄れます。そう、グッと。めっちゃ長い。ちょっ。イケメンって。よくわかる。よくわかる。オッケー。さあ、こう立ちを最後。どういう。あ、はい。そうそうそう。こう笑顔気味欲しいね。こうやっていつもね。はい、そう、グッド。サンキュー。お、飛びました。お、いい、いい、喜んでる、喜んでる、すごいいいです。喜んでる。うん、いい感じ。あ、いい、これ君の縄だね。これ目線を二人ともちょっと外しましょうか。
翔吾です。大島亮太です。テレビガイドパーソンとコラボして僕たちのパネルを作りました。8月13日に轟で行われるホームゲームで販売されます。普段とは違った僕たちのパネルになっているのでぜひご覧ください。試合の応援もよろしくお願いします。8月13日に、あ、すいません、8月13日に、え、もう流れる、ちょっと待ってください。8月、おし普段とは違った僕たちのパネルになって、ちょっと待って。これ NG 普通に使うからな、編集して。なんですか。